ザワさん、まあ、ザワさんはね、まあ、いろいろご家庭の中でも私がね自分を家を支えなきゃみたいな感じでっていうかね、若くして腕一本でやるってことでパチンコ屋で初めての女店長になって、で必死で頑張って金2500万売り上げた。で9店舗でトップの店舗になっちゃった。9店舗であと全員男だったんですよね。全員男で、しかもその時年齢いくつでしたっけ自分の。で当時のパチンコって男社会でしょ、うん、今はね可愛い女の子が外でこうやってやってますけど、うん、全然違いますよね。全然違いましたね。もう縦のもう縦しかない、横なんて聞いたことない、ハラスメント以外がない。そう、もうオールハラスメントみたいな。 それは日常ですね。あの何言われても、あんま言われるのをあんま言われるから何って感じですね。もう言われ返すっていうか逆にやるぐらいな感じじゃないけど、うん、まあ、ある意味で舐められもするし、うん、そうですね。だから当時考えると舐められちゃいけない、で女だからっていう、もう何でしょうね、毎日私の朝起きたら舐められちゃいけない、頼っちゃいけない、一人でやんなきゃみたいな、そういう感じがすごい強かった20代で、見た目は可愛かったはずなんですけどね、全然中身可愛くないんですよね。本当にもう触ったら危険ぐらいですよ。本当にナイフ持って歩いてたぐらいなんで、本当にそのぐらいでしたね。まあそれがちょっとこれでやりすぎてね、だから1店舗1人とか、まあスタッフいるけど、ね、3億をパチンコ屋で毎回あげるというね、21歳の子ですよ。だいたい部下とかこの人もっと上だったりする。そうですね、年上の人がまあほぼですね、男性で、一応自分の直の下の人が十何個上だったかな。一番直が、私が店長で主任っていうのが一応ね、当時だから30超えだったと思いますね。で経験も私よりあった人だったんで、まあ、言うこと聞かせなきゃいけないって、そっちですね、聞いてもらいたいじゃなくて聞かせなきゃいけない、聞かせなきゃいけないみたいな、そんな感じでいましたね、はい、でそれでちょっと頑張りすぎてちょっと、まあやるところまでやったんで、やるところまで4年ぐらい、一応その店長職っていうのは4年ぐらいやって、まあ一通り終わったかなって、まあ目標値まで行ったんでいいかなと思って辞めてみたんですけどね。で全然違う業種ということで。そうですね、そして次不動産の営業ですね、マンションの販売をしてまして、行ってみたら最悪ですね、これもう全然売れないんですよ、全く売れなくて、もともとそういうサービス業にいたんで、まあなんか丁寧にアテンドしてれば買ってもらえるかなって思って行ってみたら、営業って全然違うんですよ、サービスじゃないんで、もう4年か5年からこんなはずじゃなかったぐらいで売れないんですよね。でも喋りはまあ1対1他がねなんか苦手になっちゃったんですけど、1対1の営業だったら大丈夫と思って喋ってるんですけど、一方通行で喋ってるだけで相手の気持ち一切聞けてないんです。今考えてみると5年かな、年下の人とかになんで売れないのとか言われながら、悔しい思いしながら、なんでだろうって、もうダメだダメだダメだの連発ですね。もう何やってもダメ、たまたま売れたらラッキーって、そんなこと。それがまあ自分なりに頑張って売れるようになったんです、ね、そうなんです、なんかねラッキーなことに売れるようになりまして、売れるようになって原因編にちょうどそうね来るどのぐらい前だろう、まあなんとなく売れてきましたって、今度は誰かに伝えていきたいと思ったんですよね。営業の仕事ってこう可視化できなかったんですよね、このやってることっていうのが。よく原因に来る人は自分のコミュニケーションはうまくできるんだけど、これを要は理論的にどういう背景があって他の人に伝授するのにどう言ったらいいのかっていう理由で来る人が多いです。でどうぞ、はい、で可視化して、まあ、伝えていきたいっていうのがあって、ちょうどこの原編自体を、まあ、きっかけで知ったんですけど、ショートセミナーで、プレゼンテーションのショートセミナーがあったんですね。で人にこう伝える、まあ伝え方って、まあ、喋りたいことを喋るっていう感覚で思ってたんですけど、そのショートセミナー出た時に、あ、こんなに計算してっていうのかな、相手の感情を先に決めて話すことによってこんなに人に伝わりやすいんだと。それも本当にさっき言ってた1分ぐらいで変わっちゃうんですよね。それを見てすごい衝撃で、トライアルとかも全く参加しないまま。そうだった。そうですね、しかも誰の話も聞かないで現編行くって決めちゃったんで。彼女の仕事はほとんど土日が商売なんで、会社が絶対許してくれる。そうですね、まあと許してくれても土日休んでたら、まあ、成績になんないんですよね。お客様がいなくなっちゃうんで。ただもうこれでもう次の日使えるんだって思って、でもう出ようって決めちゃったから、もう休みますって宣言して、そしたら向こうの反応は、いやなんかねおいおいおいみたいな感
感じでしたよね。でももうどの道数字は維持しますっていうことと、あとは学んできたことっていうのは必ずまあ会社にフィードバックしますっていうことを言っても半ば強引ですね。もうやるって決めたらやるみたいな、まあ、人生においてですよ。なんか朝の話だから100年として考えてもたった12日ですからね。それだけのことで人生がまあ何も選択肢がなくなってしまうぐらいだったら、やったもうどんな状態であってもやったっていう自分でいたいなと思って、諦めるっていうのはちょっと私の中では考えられなかったんで、ともかくまあ最初はもともとは人を変えたいって思ってたんですけど、結果もう1、2、もう多分明日もそうかもしれませんし、まあ、3日目4日目どんどん重ねていくと自分が変わっていくんですよね。変わった瞬間に人に伝えたいの前に自分自身がどんどん変わっていくんで、この喜びを感じていったから、もう仕事場でもパフォーマンス下がらないっていう状態になってきたっていうのが、ね、売上は変わんないけど3分の1くらいになる。そうですね、もう 120% 売れなかった時期があるから怖いんですよね。売れるイメージっていうか、売れてても売れるイメージを持ち続けることができないんですよね。また明日売れなかったらどうしよう、明日売れなかったらなんかずっと追われてる感じで 120% ぐらいの気持ちでやってて、このまま人生ずっとこのまま走り続けるのと思ったら、もう死んじゃうでしょうと。これ本当に気持ちとかなんかポキって折れたらもう絶対この仕事できないなと思った時に、まあ学んで自分が変わってたらキューとかって 40% ぐらいの気持ちでも数字が維持できるようになってて、周りとの接し方も変わってて、まあ結局あとその 40% 今までの仕事、あと周りとのコミュニケーションも取れる、あと 60% 自分のためなんですよね。使ってる時間とか考え、頭の中の使い方っていうのが、あとは意識レベルで考えられることっていうのが、今まではちょこっとその 7% ぐらいかもしれないんですけど、こういういろんな人と関わって質問してもらったりすることで、もっと他の使ってなかった脳みそどんどん使うんで、なんか全能派になってきたかなっていう、うん、私はそういう気持ちで、だから普段使ってないんですよ結構。ここに来て今日気づきがあった方も多分いらっしゃると思うんですよ。この気づいた瞬間から Google 検索が始まるんで見つけに行くんですよね。何かぼやっとしてわからないっていうことがあったとしても、ぼやっとしてわかんないことに気づいてるんで、そこからぼやってしたものを何かどうやったらっていうふうに見つけていくようになるんで、見つかるとまた行きたくなるんですよね。だから常にこう前進んでるっていう感覚は持ち続けられるんで、うん、現変来てすごい、そこが大きい変化ですね、うん、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。